こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品の取引中にトラブルになりました。購入者をブロックしたら、購入者から商品を購入することができますか？というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。この動画では、YouTube の視聴者様から質問が来ましたので、ぜひお答えさせていただきます。嫌な購入者は多数いるかと思います。この場合は、商談中にブロックしても、現時点の取引には問題ないです。次回の時の購入者が商品を購入できなくなります。ただし、購入者がブロックしない限りは、購入者相手のね、商品を購入することができますので、その点は安心してください。よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、ゼロ円転売コミュニティ、始まりました。LINE 登録をゼロ円転売コミュニティに参加したいとメッセージをください。ぜひね、誘導させていただきます。あと、YouTube の質問一切受け付けしておりません。LINE アット登録後に質問をお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。